い、でこのトゥルーフォーチュンなんですけれども、はい、一体どういったゲームなんでしょうか。はい、トゥルーフォーチュン、こちらがパッケージなんですが、はい、もう絶賛発売中ですね。はい、絶賛発売中のトゥルーフォーチュン、こちらはですね、女の子が大好きな占いをテーマとした、うん、はい、大好き。ともちゃんは占い大好きだもんね。すごいいい企画されてますね。このなんか一瞬くしゃみしそうなこの顔が好き。すごいなんかって言ってるこの渋い顔が超好き。セクシーな、ね、セクシーなの。セクシーな感じ。セクシー。超セクシーだよこれ。僕はそんな風に全然見えなかったんですけれども、このパッケージのイラスト見てください。もうとってもなんか僕もなんかセクシーでいい感じだなと思ってたんですけど、ともちゃんにはこれがですね、くしゃみしそうな顔に見えるという。なるほどね、天才だわ、お前やっぱ。超セクシーよ、これは。うん、そうだね、うん。うん。やっぱそういうとこに乙女は弱いの。弱いです。ともちゃんもそういうとこ弱い。弱いです。だから亀井さん、やってやって。バカにしてるでしょ。飛行デートというシステムがあります。はい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 。下校するときにこう仲良くなっていくと、デートに誘って一緒に帰らないかと言われるわけです。重要。重要ね。ちゃんも。ないけど。ないよね。でもね、ドラマ見てると重要だなって思います。大体ドラマの時期、ね。私、ちょっとこれで勉強して、人生に役立てる。ともちゃん、ぜひやって。せっかく久しぶりにともちゃんができるタイトルなんだからね、PS2 だし。じゃあぜひこのトゥルーフォーチュンでですね、恋の駆け引きを皆さんも勉強してみてください。はい、私も勉強します。一緒に頑張ろう。すごいキャラクター動いてましたね。そうなんですよ、すごくよく、はい、うん、3D モデルのポリゴンなんですけど、うん、よく動くっていう、はい、可愛らしい。 3D って立体的なんですか。はい。あ、すごい立体的なんだ。意外にトモちゃんゲームの中の 3D っていうもののなんか意味を覚えてくる。立体映像。立体映像じゃねえからな。そういうことじゃねえ。あ、どういうこと。もう、うん、めんどくせえ。終わり、終わってから、終わってから説明する。こういう名前も言ってくれてましたね。そうなんですよ、はい、はい、名前も呼んでくれました。それって、あの、名前ない人もいるんですか。名前、はい、あの、その、神谷とか平凡の名前だったらいいけど。そうね、そうだよね。お前、神谷でもう一人偉い人すげえいいんだって。意外にしろ。この業界にはもっとすげえ偉い神谷がいるんだぞ。大抵の名前は入ってるんですけど、はい、でもない方もいらっしゃるので、そういう場合はちょっと似たような読み方で。相性とかで読んでくれたりとか。恋人になると好きな名前で読んでくれるので、うん、読み方変わるんだ。読み方が変わるんです。どうするの、はい、何て読んでもらうの。わあ、何がいいかな。何、ピロリン。ピロリンじゃねえけど。ピロリン。ピロピロピロ。え、ピロピロリンとかね。ピロピロリンとか。何何で何で言っちゃうの。見たい。わ、それは言えねえよバカだな。それはもうそのことの秘密だよ。なんかしかも会話してたりとかしてましたね。うん、あ、そうですね。一緒にあの音声認識機能ついてますので。音声認識の認識機能。ごめんなさい。いや、ちゃんと言えてましたよ。こいつがバカなだけで、ごめんなさい。すいません。しかも任天堂 DS だから、なんかタッチペンでこうタッチするみたいな話もありましたけど。はい、あります。彼女になると、まあ。ね、それなりの恋人同士のスキンシップとかが。なでなでとか。なでなでとか。だって、はい、ね、テロップでキスしたりって書いてありましたよ。そうなんです。できちゃうんです。うわー、はい、ちょっとできちゃうんですって言ったら、かわいらしかったら、ね。え、どうやってキスするの。あ、タッチペンで。タッチペンで。じゃ、ペンが自分だってことですか。いや、もしあれだったら、ともちゃん口でやっちゃったらいいんじゃないの。いや、いいです。いや、おやっちゃってもいいんだよ。ときメモ4ということで、はい、はい、ご紹介いただきたいんですけれども、はい、ときメモといえばもうね、夢夢受けたオーディション。何の何のオーディション受けたの。ときメモ3。ときメモ3のオーディション受けた。落ちた。まあね、それはね、だって基本的にはね、ときめきメモリアルといえば人間しか出てきませんから。まあ、なんでオーディションに呼ばれたのかもちょっとね、怪しいところはありますけどもね。この子ですね、今回あの幼なじみで女の子の情報を教えてくれるという、うん、はい、そういう宮子という、ああ、はい、まあ過去作品だと吉尾的なポジションになるんですね。はい、なぜか女の子の情報をいっぱい知っているというですね、男の子とですね、何度助けられたことか。
今回は女の子ですね。うわあ、ちょっと電話かけづらいわ。よしおに？よしお、まあよしおじゃないけれども。でもちょっとこの子が好きになっちゃったらどうするんですか。そうですね。この子が好きになっちゃったら僕はどうすればいいんですか。この子好きになったらこの子と一緒に帰るように誘えばいいんじゃないですか。電話して。それができるのかできないのか買って確かめろってことなんですか。そうです。おお、そうか、はい。ちょっとなんかこの子可愛らしいじゃないですか。なんと主人公にお小遣いをくれるっていう。お小遣いですか。一体どんな関係なんですか。吉井さん、視聴者の皆さんにメッセージをよろしくお願いします。はい、絶滅メモリアル4シリーズプレイされたことがない方もされたことがある方も楽しめる、ゲームになっていますので、はい、12月2日発売です。ぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。もうラブプラスに続きまたね、この楽しみが増えたんじゃないですかね。年末に向けて、ぜひ皆さん、寒い冬を暖かく過ごすために、このときめきメモリアル4一つ、お一ついかですか。ということで、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にともちゃんの今回のまとめでお別れです。また来週、バイバーイ。なんで最近のパターンなのかな。なんか無理くり自分がまとめたいみたいなんだね。いや、最後良かったと思うんで。あの僕が困るから。なんで一回まとめてんのに蒸し返さないで。でもなんかちょっと押したくなっちゃった。いやー、なんで、なんで。今回4週にわたって毎回そのパターンでしたからね。本当に。まとめて、では今回最後にメッセージお願いします。ありがとうございました。それではまた最後、来週さようならみたいなところに持ってきたいのに、手を挙げてね、このゲームなんていうかなんていうかね、皆さんね、帰っていただきたいと思います。ね、返事どうですかみたいな、また話を持っていくでしょ。今の良かったと思うんだけど、最後。ねえ、あ、でもすごい良かったですね、これまた。イアル・スミスさんっていらっしゃる人ですか、本当に。そうです。イアル・スミスってのは、アメリカを代表する、もう70年からかな、やってる、もう本当に歴史の長いというか、まあ、アメリカを本当に代表するバンドですね。AR スミスさんはじゃあちょっと今度お会いしてみたいと思います。僕もお会いしたいです。ぜひ呼んでください。ぜひちょっと、はい、ちょっとアポ取って。本当に結構ですね、はい、ヒットした方がいいバンドですよ。ヒットの。こんばんは。あ、アニエラ・ディルーン、あ、高橋みなみです。よろしくお願いします。いつもそんなテンション元気ですね。なんか廃墟の人はなんかリエションさんみたいにみんなすごいハイテンション。違います、違います。ちょっといろんな現場で、廃墟は色が変わったよねみたいなこと言われてるんですけど、違いますから。諸先輩方にちょっと。だって俺の知ってる廃墟の人って悟りなさんとかだよ。あ、もう天使ですね。マイペースだけど、まあ悪い人じゃないからね。たまに何を言ってるかわからない。つまり俺の話を一切聞いてないんだなっていう、ね。まあ落ち着いてるイメージはあります。そうそうそう。あれ落ち着いてるんじゃないんだよ。全然誰の話も聞いてない。そんなことない。それが面白いんだけどね。うん、で、悪い人じゃないから、いいんだけども、びっくりするほど人の話聞いてない。ああ、うん。まあ、杉田さんの夢によく出演することでもない。そう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 。もう、2、3回出てる。うん、でもなんか、なんでこの人っていう人が出てくるの多いっすよね。サトリナさんはよく出てくるね。なんででしょうね。すっごい怒られる夢だったり、ずーっとなんかこう、俺が部屋でベッドの上でバンバン跳ねて遊んでると、うん、みたいです、ね。楽しそうだねってずっとこう俺の耳元で言ってくる。ご褒美じゃないですか。そう。何なんだ一体。僕わかんない。よくわかんない。まあ、いっぱい罪悪感の表れとかじゃないですかね。わかんない。すげえ面白かったな、でも夢は、うん。怒られる夢はすごい楽しかったよ。やっぱ M かもな。そうだね、うんうん。でもそんなイメージじゃない、廃墟の人って言うと。そんなイメージそんなイメージ、どんなイメージ。まあ、どっちかっていうと、大原さんとかみたいな。ああ、そうですね。落ち着いた声、落ち着いた雰囲気みたいなね。うん、そんなイメージだったんだけど。そうですね。まあ、リエションってあだ名ってあれ、いじめられてるの、ね、いじめじゃないで、違う。テンションのション。ションベンじゃないの、ね、違います。ひどすぎる。そこはもう、全然違う。だマーミリオンのイベントにバーンって出てきたときに、はい、あ、これはなんか、中学生ぐらいの時いじめを受けていた。ちょ、このテンションだなって。いや、違うって、私が言うのもあれですけど。でも普段意外にちゃんと話せるんでしょ、村川さんは。いや、ちゃんと喋りますよ。そうです。わかったわかった、よかったよかった。はい、金友さんみたいなもんだ。うん、金友さんもほら、キャラすごいテンション高いけど、はい、普段ちゃんと俺と会話できるからね。嘘。金友さんって、はい。
って言ってね。こいつ、こいつがあれだからさ。普段日常会話可能なんですか？普通にできるよ。マジか。むしろ周りに期待値が上がってどんどんインフレが起きちゃった、ね。そうなんだ。杉田さんだから会話できてるってわけじゃないですか？そんなことないよ。なわけあるか。いや、ほら、スタンド使いは惹かれ合うし。鼻のところに血管が立てろ。そうじゃねえよ。この高橋くんもこんなテンション高いんだけども、うん、大変頭がいい印象があってね。だから僕の言ったネタとか、その下ネタは基本的に理解するから。うん、そんな子、そう、どうかなそれは素直に頭がいいって言うのか。いや、でもそれ、交わし方もうまいのよ。ああ、まあ、それは杉田さんと話す上で必須のスキルですから。そうそう。ねえ。だから俺を力で抑え込むか、その、頭よく交わすのがうまいか、どっちかになるじゃないですか。まあ、どっちかになりますね。力で抑え込むタイプじゃなかったとね。力で抑え込むがゆかなさんみたいな人は。寄せよ。一番怖い名前だぞ。ほら、また怖いとか言っちゃったから大変だ、ほら。杉田さんが唯一恐れる。やめろよ。恐れるとかダメだからな。尊敬してます。ね。なんか、怒り方が、うちのお母さんそっくりなの。そうなんだ。うん。人の、なんかこう、追い詰め方が母親と同じ追い詰め方をするのね。ああ、杉田さん嬉しくなっちゃう。リアル母は最近年老いてきて、なんかそういうなんか元気もなくなってきてんだけど、まるで前世紀のあの強さをね。感じられる。そう。ゆかなさんの。それを彷彿とさせ、より強力な何かがバーンって、ね。バーンとか言っちゃった、また。ああ、怖いよ。怖いとか言っちゃダメ。はい、というわけでですね、そんな、マギア梶田さん。はい。なんか、のんのん日和にハマったっていう情報が来ておりますが。のんのん日和ですよ、杉田。見ました？アニメ？はい。知らないですか。俺、ディアラバーぐらいしか見てないです。レンチョンがですね。レンチョン？ニャンパスっていう。ニャンパス？ニャンパスって何？サラシ首かなんか。ちゃう。あいつをニャンパスよ。ちゃう。あとは、スタプラ。そうですね、ウズキカノン。はい、スタプラというののゲーム、スマートフォンのゲームなんですけど。スタプラって何これ？スタープラチナがいっぱい出てる。違います。スタープラスワンです。スタープラスワン。ロロロロロ。やめろ。スタープラスワン。これ、口癖、やめろって。面白い。じゃあ、杉田さんといると、やめろっていう回数がいつもより多くて。はい、あと、石川由依さん。はい。びっくりした。うん。ミカサの子だと思って。そうです。そう。進撃の巨人の現場だと、すごい役に入って、すごいクールでガシッとこう、役に入ってるから、挨拶するのもためらわれるぐらい、やっぱ役に入ってて、すっげえかっこよかったのね。それが、この間の A&G オールスターズに普通にイベントに出てて、しかも、本ステージじゃない方に。俺はもう言わしてもらうけども、ああいう新人たちこそ逆にステージに出なきゃ意味ないんだよ。なんで裏の小さいステージでやらせんねんって話だよ。まあ確かに、今ミカサ役っつったら、ずぬ、ステージバーンと出してもいいから。そうだよ。普段のテンションが意外に幼いというか、なんか普通に可愛らしい人で、なんか逆にそのテンションのギャップにびっくりしちゃったよ、俺。案外そんな子なんだよね。はい、すごい明るくて、面白い子ですよ。ぜひ。どんな会話になるの？どんな会話になるの？でも普通に。なんかノリでキスしたりすんの？しない。いや、なんか女の子同士あるあると思って。エロゲドやりすぎっすよ。そうか。ごめん。ないですけど、まあ、一緒にお買い物行ったりとか、映画見に行ったりとか、そうですね。そうか。あ、なんだ、俺の偏見だったね、これ。キスはしないですよ。しないか。なんか、さらっとするイメージある。ノーキス。あ、でもなんか聞いたところによると、お風呂一緒に入っておっぱいとか揉まないらしいですよ、現実で。あ、そうなんだ。へぇ。すげえってこっち見られてもね。お前はやはりスタンド使いだ。お前もあの音が聞こえたな。今。お前はあの音の方をちらりと見た。探っている音だ。用心深く偵察しているぜ。あの音と形は。杉田さんがフラフープ回る映像。